MLB ドジャース5月1日ブレーブス、日本時間6日ドジャースタジアム。今季初の4打数4安打、2本のホームランを記録したドジャース、大谷翔平選手が日本時間6日、試合後にインタビューに答えました。この日、2番指名打者デスタメン出場した大谷選手は、初回から2試合連続のホームランとなる9号ツーランを放つと、その後の2打席でもヒット。 さらに8回の第4打席では、対戦相手、ブレイブスの小綱選手と並び本塁打数でなリーグ首位、両リーグでも首位タイとなる1 5号ソロアーチを放ちました。さらに打率364で現在、両リーグ単独首位を走る大谷選手。しかし、試合後のインタビューで周りの選手を含め数字を見るかという質問には、周りは特には気にはなっていないです。 自分自身の数字も今年はほぼ見てはないですし、今までのシーズンの中で一番、どのくらい打っているかもそうですけど、見ることが少ないかなとは思います、と語ります。その理由については、他にやることがやっぱりたくさんあるっていうか、チームの打線の中で今2番打ってますけど、その流れを理解して、打線になれるということが一番やるべきことなので、打った打たないにかかわらず。 まずそのアプローチの仕方を一番考えないといけないかなと思ってます。東欧や選手のストイックな一面が垣間見られました。